どうもー、ストーンズでーす。ペンピッピッスムーズにいけ、その通り。はい、ということで今回もストラジということでラジオ企画の方に挑戦していきたいんですけども、以前アップした動画で、見てくださってる方に質問を募集したじゃないですか、動画の最後に。全て答えるわけにはいかないんですけど、申し訳ないんですけど、一応ちゃんと全部目を通してこれとか答えようかなみたいなのをちょっといくつか答えていきたいなと思います。ストーンズのラジオTS さんのかな、TS さん、大体質問なんですけど、ラジオ企画って動きで楽しませるんですね。質問、 YouTube を始めてストーンズを取り巻く環境やストーンズの関係性に何か変化はありましたか。あ、もうこれも完全私一つあります。おお、取り巻きのボディーガードが増えたっていう。どうしたの？俺ら増えた感覚ないから個人的に増えてる。僕はちょっとやっぱ見えるタイプの人間なので、ね、幽霊的な話じゃない。そうですね、ジェシーは6万キーがならいいよ。なんで俺ついてる？俺で俺ついてる。いねえんだ。取り巻く。俺単身戦ってんだ。気まずい感じ。いやでも取り巻く環境は俺そんなないけど、俺地元の友達とかってさ、あ見たよとか。わかる。俺らも素で楽しんでるじゃん。YouTube 見てコンテンツ。ファンの人もさ、YouTube 見てファンになりましたっていう人とか。あ多いね。多いの。俺だってこの間歩いてたらさ、ファインボイス見てますって言われて。YouTube 関係ない。関係ないもん。関係ないって自覚あるの知ってる。なんかさ、この駅ってあんまバレないなとかあんじゃん。普段生活しててさ、若い子あんまりいないとことかさ、いつもバレなかったとこでさ、ちょっと話しかけられるようになった。確かに。あとストーンズの関係性。いや俺ね、これね、6人でいる時間が多すぎて全員ボケるようになったね。オンオフ関係なしに。オンオフ関係なくなったよね。俺はあんまボケないけど。嘘つくね。あ、でも慎太郎はボケないかも。じゃあ何のフォロー。まあなんかこれがボケてるっていうのであればなんか謝りたい。じゃあすごい勢いで謝ってほしい。本当に？うん。あー、そしたら全然謝んねえじゃん。いやでもなんか仲良くなった気がするな俺。なんかさ、 YouTube のおかげで行くようになってそれこそさ、あのマンキーのそのバーベキューとかした動画あったじゃん。確かにね。あれとかでも言ってたけど、飯を食べるようになったじゃない。なったね。北斗が俺一番変わったと思うんですよ。前はなかったんだけど、みんながメニュー見て、あ、甲殻類だから北斗アレルギーだってひょって言うことが増えて、みんな俺のこと知り出してくれてんだと思って、そこでちょっと心を許してるところは些細なことで本当。まあさりげないことだね。あるある。でもそれ台本に書いてあったからさ。やばいね。台本に書いてあった俺が甲殻類。いい話を一気に。マルムさん、逆にファンに質問はありますか。俺ってあのもう行き詰まった時の質問なんじゃない。なんかボケてんじゃない。あ、ボケてんのかな。逆にそう。デビューさせる気はありますか。それはジャニーさんに言った。ジャニーさんありますか。まずやっぱ気になる質問としてやっぱ年収いくらですかじゃない。みんなファンのみんなに。ファンのみんなに。どうすみんな高かったら。大体ね、大体3億7000万。くれよ。どうもデビュー組とコラボしてもらいたいか。あ、逆に自身誰としたい。とりあえず一回カトゥーンとやってみたいよね。まあよく似てるとか。そうそう、似てるって言われてるから。まあそれはおこがましいけど、言ってくださるファンの方も。歌わせてもらうこと。一回中丸くんとさ、コラボしたじゃん。そうだね、確かに。そうだね。ということで、じゃあ次の質問いきますか。気になるの。1+1はだって。2だね。終わりだよ。書いてねえし。適当に質問。お前の質問じゃねえよ。これやったらないか、英語のやつ。What is your impression of each other and how the impression is when you got a new impression of you? だから最初の第一印象は何ですか。俺らのか。そう。でも覚えてねえな。何年前よ。え、俺709だもん、北斗。空手でしょ。空手。俺絡み行ったんだもんね。絡まれたらしいんだもん。俺コーチは覚えてるよ。一個前にあったグループに年下入ってきたよと思った。そうなの。下に見えた。そしたら二つ目だった。そうそうそう。なるほどね。あと知り合ってからどういう印象に変わった。ああ。あと違うギャップがあった。でもそれこそ俺ジェシーの変化は喋るようになったね。全員変化したでしょ。なんか俺自身と高校生ぐらいの時に同じ番組でやってたからさ、その時マジ喋んないから。そうなの。恥ずかしがり屋さん。俺がその分いっぱい喋ったの。めっちゃ喋った。そしたら喋れるようになった。慎太郎も変わったよね。慎太郎も動揺しちゃって。慎太郎結構あれじゃん、一発芸と思ってた。フライトもさ、あ、確かに。前だとあんまできなかった。できなかった。できないって言って終わってたよ。吹っ切れたっていうのもある。違う。ある事件が
なって思って僕とは北斗逆に変わんないかな。俺もなんかずっと空手してるイメージそこは変わったら俺もうやってねえしからなんかご飯食べてる時も常にヘイなわけねえだろ。いただきますもん。空手ってスイじゃないの。なんかタイガはね美声だった、歌ってるイメージあ、女の子だった。俺も一番仲深いんじゃない。俺キョモに何でも教えてもらってたからちっちゃい頃は。お兄ちゃんじゃない。そうだって取材現場も一緒だったし歌ったり踊ったりも隣同士が。そうそう、ずっと教えてた。俺今のも忘れないよ。俺は平成ジャンプさんのバックサマリーに、喧嘩始めてさ、あ、なんだ、してたしてたよ。バカリアの時も喧嘩してた。喧嘩多いだよ。喧嘩多いよね。俺が中1で小5で、でキョモが中2中2が小5に喧嘩してた。喧嘩してたよ。俺先輩だから先輩だから何もできなくて俺5メートルぐらい先でずっとこうやって立ってたんだよ友達とか先輩というよりなんか兄弟もうね、そうだね、兄弟ぐらいね、もうなんか絆があったんだよ。から多分こう喧嘩もしたし、いい意味で大人になったね。あ、ちょ、これはどう。リオさん、自分の名前を解明できるとしたら何にしますか。J.J.B. お前それジャスティンだ。そう、ジャスティンビーバーだと思ってさ、みんな見てくれるの。その J 何の J? ジュリの J。 ジュリビーバー。そう、スマイリーこっちゃん。あ、いいね。お前さキャッチーだね。お前 J ビーバー。ちょっと待って、俺の広げる。自分行こうとするんだよ。良すぎてな。じゃあコーチョン広げよう。やめろって、広げるってそういう広げるじゃねえんだ。ジュリは J ビーバー。バービーし。バービーバービーし。お前さジェシーのし。俺は結局やっぱ日本人側だから。でもちょっとスッとしたこうキュッと名前、なるほど、短い方がいい。岡拓で一回この本当にこれで行きたいならマネージャーさんに言う。そう、言った方がいい。だって手続きとかもいろいろあるよね。ジャニーさんにも言う。であればこれは中とかにするの。直感で浮かんだやつだから何の意味もないんだけど、サミダレピーチっていう。このコサミダレって、サミダレピーチ、これでサミダレピーチ。多分の、多分なんだ。やっぱ、お前ローランドじゃない、やっぱり。まあ世界で通用する名前ではある。ローランド、やっぱこれで俺はやっぱ金髪になりたいなって思って。じゃあ俺これからコちゃんさん。コちゃんさん、こんなうちわは嫌だ。どんなうちわ。大喜利。大喜利始まった。マジ？唐突の大喜利始まった。こんなうちわは嫌だ。しゃもじに文字が書いてある。そこだったら出すな。うちはって自己紹介うちはいいね。めっちゃ穴開いてるっていう。うちわがめっちゃ穴開いてる。使ううちわってこと。そうそうそう。普通のうちわ。あ、よく配ってんじゃん。とりあえず、今日作ってないみたいな。電気屋さんわかるよ、夏場配ってるやつでしょ。とりあえず、なんかすみません。逆に目行くよねみたいな。これ、はい、顔はめパネルみたいになってる。あれ、あー、それおもろいな。ドルマークいいんじゃない。すごくいいと思う。グローバルっていいな。めっちゃしまったね。しまった、めっちゃしまった。世界の人に。そう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 。ストラジーということでね、まあ今後もまあなんか質問思いついたらどんどんいろんな動画にコメントしてもらって構わないんで、はい、今後もストラジも続けていって質問コーナーもね、やっていきましょう。ということで以上、ストラジでした。バイバーイ。好きな食べ物はトロロ。やります。なんか今日疲れなかった。もっと取っちゃうっすね。なんかいけそうな気がするな。